はい、皆さんこんにちは、パンサー450でございます。今日はですね、こいつを紹介しましょう。黒い箱、エフェクターサイズと大体同じぐらいのサイズですかね。 ICS ファクトリーさんのね、 BJB-CS と言われるもんですね。これがね、役割が2つありましてですね、ジャンクションボックスとバッファーと、それをちょっと順番に紹介していきたいと思います。はい、それではこいつを紹介しましょう。今外しましたけどね、外観こんな感じですね。インプットがあって、センド、リターンがあって、アウトプット。まずはですね、さっきもつないでましたけども、こいつはジャンクションボックスなので、エフェクターボードをね、そこに置いてですね、要は、ジャンクションボックスというのはですね、エフェクターのこうシールドがいっぱいこうなってるので、その配線周りがね、すっきりするし、一つの場所にこう、インプットとアウトプットが分類、非常にこう、ケーブルの取り回しがね、こう、使いやすくなるという、ものなんでございます。それがジャンクションボックス。今、ハリですよね。いろんなメーカーがいろんなあのね、ジャンクションボックス出してますけども。で、ICS ファクトリーさんのこいつはですね、バッファーも噛んでるんですね。バッファーの説明をしましょう。はい、そのバッファーの役割の説明をしますけども、バッファーとは何ぞやって話なんですけどもね。バッファーはね、簡単に言うとね、ノイズを減らしてギターのね、音のね、信号の劣化を防ぐものなんですね。それが一体どういうものかということを、まあちょっと簡単に説明していきたいと思います。まあインピーダンスを下げるってことなんですけどね。ちょっとギターを持ってきて、ギターでちょっと紹介しましょう。はい、ちょっとインピーダンスの話になって話難しくなりましたけどですね。まあここにちょっとギター2本用意しました。固定モデルと MV48 まで HT なんですけども。まあこのギターはね、全然見た目から違いますけどね。そのインピーダンスが違うんですよね。こっちがね、もう EMG なんで、電池使うでしょ。電池が入ってるギターと電池が入ってないギター。ほぼほぼ固定モデルは電池使うけど、ゼマティスもそうだし、フェンダー系のストラトもそうだけど、ほぼほぼ電池使わないタイプなんで、その電池使わないタイプをね、ハイインピーダンスっていうんですよね。で、こっちではね、電池使うね、ローインピーダンス。要は、ハイインピーダンスだとね、こう周りのこう、照明とかもそうですけど、影響を受けてノイズが乗りやすいし、シールドとかね、エフェクターボードをね、かましてこう、ライブするときにこう、長いね、シールドを使うとね、音が劣化してしまうんですよね、このハイインピーダンスのタイプの方は。音が劣化するということはですね、要は肺落ち、肺がこう抜けなくなってですね、こもった感じになって、ちょっと音がね、後ろの方に聞こえてしまうのがこう、どうしても、ハイインピーダンスの方がなってしまうんで、こいつをね、この電池使って、ローインピーダンスにしてやるとそういうノイズの影響を受けにくくなるので、それを担ってね、開発されたのが、この ICX ファクトリーさんの、BJB-CS ですね。まあ、いろんなメーカーバッファーついてますけどね、ノリさんのところのバッファーはね、とてもね、よくできていてですね、良質なバッファーなんで、まあお値段もそこそこしますけども、って言ってもそれに布袋寅泰ファン向けで作ってるということはですよ、ね、布袋さんのインプットシステム、あれと似たような効果がこいつにつないだら出るよというところが、とても魅力の BJB-CS なんですよね。だから、まとめますとですね、まあ2つの役割があって、1つはこうジャンクションボックスなので、エレクターボード内の、シールド周りがスッキリするのと、そしてバッファーが噛んでいるので、例えば布袋さんのファンだったら、まあ布袋モデルとかね、ゼマティスとかね、使い分けて弾くと思うんですけども、こいつに突っ込んどけば、もう全然ローインピーダンスになるので気にしなくていい。インピーダンスのことは気にしなくて、いいし、かつね、そういう、音にね、ツヤが出て張りが出るんで、とてもおすすめの、BJB-CS なんですよね。僕もだからね、愛用してます。レコーディングでも使ってますしね。やっぱね、布袋寅泰ファン向けって言われてやっぱ嬉しいですよね。ツヤと張りが出るんだったらね。なのでおすすめしますね。多分ね、これは多分ね、ICS ファクトリーさんのホームページから、まあ今買えない状態なのかな。でもまあ、僕がこれを紹介することによって、いくつか何台か作ってくれるようなので、まあもし気になる方がいたらですね、布袋寅泰ファン向けなので、バッファー効果もあり、ジャンクションボックスになるので、とてもおすすめではないでしょうか。ただね、ちょっと付け足すとですね、ボーイとかね、ああいうギターサウンドを狙ってる人、昔のね、要はボーイギターサウンドなんで、ほら、音が痩せるのもボーイサウンドの、ね、値打ちだったりするので、逆にボーイサウンドを狙う人は、こういうね、良質なバッファーは使わない方がいいのかもしれませんね。はい、以上、そんなとこですか。ね、見た目かっこいいですね、ブラックで。だこれ使えばね、インピーダンス気にしなくて、固定モデルであろうが、テマティスであろうが、フェンダー系であろうが、いろんなものに対応できて、ね、ツヤも、ね、音のツヤも出るし、張りが出るし、一石二鳥ですよという、そんな感じですね。はい。以上、BJB-CS の、紹介を終わりたいと思います。続きまして、ちょっと面白い話があるので、そっち行きましょう。はい、続きまして、面白い話と言いましたけども、これです。男は黙ってテレキャスターですよ。デイさん、そうやって言ってましたね。こっちがですね、ツイッターにつぶやきましたけども、また宮本さんからね、お借りした、これがゾディアック製のバンビーナキャスターでございます。
そしてこっち側がですね、僕が去年ヤフドクで落札したフェンダーの、ブラックテレキャスターですね。2本あります。ね。ピックアップがね、同じテキサススペシャルらしいんですけどね。まあこういうね、個体差とかね、ギタースタイルに影響するかっていうのをね、前からやってみたくてですね。ようやくこのバービーのキャスターがお家に来たんで、今から、前回のゼマティスもそうでしたけども、今回は2台のバンビーナキャスターを引き比べしてですね、どっちがゾディアクのバンビーナキャスターの音かみたいなことをしようと思いましたが、まあ前回のゼマティスもそうですけど、持ってないギターのね、音を聞いてね、それが、ゼマティスのトリコリの音がわかるかってわかるわけないですよね。持ってないギターの音なんて聞いてわかるわけないですから、だから変な話、ちょっと質問を変えたいと思います。当然ギターは隠すんですけども、同じ曲のリフもね、ギター1、ギター2って分けて順番に弾いていくので、どっちのギターの音が好きですかみたいな話をしたいと思います。だから1番か2番かですよね。そのバービーナキャスターの音、ドリアクのバービーナキャスターの音が分かるかなんて聞いても仕方ないんで、好きな音の方を選んでいただいてですね、後日ね、どっちみちこのドリアクのバービーナキャスターはギター紹介の動画撮りますんで、その時に答え合わせをしたいと思います。果たしてみんながね、耳で聞いて、僕が弾いて、どっちのギターの音が好きかって言った時に、圧倒的にバンビーナキャスターで、ゾリアクのバンビーナキャスターの方が良かったら、それはそれで面白いし、ひょっとしたら、ね、やっぱしこの BJBCS これ使って、ね、ローインピーダンス、ね、これはほら、電池使わないでハイインピーダンスなので、こっちでローインピーダンスに落としてですね、かつツヤと張りが出るのでね、これ使うとね、ひょっとしたらね、非常に分かりづらい、ギターサウンド対決というか、聞き比べになるかもしれませんけども、後ほど順番に僕がギター弾いていくので、1番か2番、どっちか好きなギター、好きなギターの番号をちょっと言ってみてくださいね。はい、ではじゃあ、ギター弾いていきたいと思います。1番のギターの歪みいきます。2番のギターの歪みいきます。